つもカラオケ感がない。カラオケ感以外、私はメニュー何がある？メニューなくない？ね、メニュー、あ、タッチパネルでやれっつった。こっちに全部出てんじゃない？あ、はじすけさん、どうもどうも。そっちにある。そこだって。あ、これか。これだ。タッチパネル。それでなんか注文してくれって。すごい。無料アイテム。さあ、乾杯。ケビー。あ、おいしい。乾杯です。あ、柴さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯、ありがとうございます。おいしい。いや、カラオケはあんまやんない方がいいよ。まあ、やるんだったら、うん、0時以降で。あ、リスナー取るんだって、まあ、取らなくてもいいんだって。え、一回一曲よっさんの曲挟むのありだと思って。いや、やめたら下がる閲覧がね。リスナー別に取らなくて、いや俺は別に取らなくてもいいよ、リスナーなんと。クルちゃんに取ってほしかったの。1万円欲しいもん、私。クルちゃんに俺取ってほしかったの、リスナーの曲。いや、でも私は取れない。用意してね、個室とか全部用意して、その放送するのかなと思って。いや、あそこからだと私は多分取れなかった。ゆずえってか取れるんじゃないの、さやかさん。かやくさん、さっき見たらコラボしてなかったから。森とやり直せるな。やり直すっていうか付き合ってないから。そう、付き合ってない。付き合ってないでやり直すってのもおかしい。そうそうね、付き合ってないし。付き合ってないし。もう私今好きな人いる。あ、そうなんですか。そうなんです。どうなんですか。そう、なんかでもセフレみたいな関係なんじゃない。そう、なんで、なんで知ってるんですか。いや、なんかそんな風になんか聞いたよ。聞いたんだ。どっから聞いたんだ。まあ、コメントで。え、何、セフレみたいな関係なんですか。いや、セフレっていうか、もともと2年半ぐらい付き合ってた人なんですけど。昔。そうそうそう。あ、じゃあ復縁したってこと。そうそうそう。そうそうそう。復縁してまた今クルちゃん的には付き合ってる。いや、付き合ってないけど、また付き合えたらいいなと思ってて。え、でも男はその曖昧にしてちょっと体だけ関係とか。いや、なんか私が今借金があったりとか。はいはいはい、あるね、なんかいくらで借金があって、まあ、そうそうそう、車の免許取ってなかったりとかして、まあ、そこら辺ちゃんとしたら、まあ、付き合うのを考えてもいいと。あ、そういうふうにちゃんと。そうそうそう、今ちょっとそういうちょじゃらしないから。じゃらしないから。そう、だらしないからね。そうそうそう、だから男の人もあれなんだ。そう、だからそういう人はまともな人なんですけど。好きだったら付き合うんだよね、そんなの。え、そうかな。俺が払ってやるぐらいだね。いや、私なんか払ってもらうとかはいいんですよ。そうだね。うん。何歳ぐらいの人なんですか。6個ぐらい上だから。6個上。じゃあ30ちょいか。そうそうそう。何、焼肉代いいじゃん。焼肉代こっちです。嘘じゃないでしょ。好きな人がいて、そういう人がいて、放送でも言ってるでしょ。そうそう。あ、でも好きな人いてもなんだかんだずっと一緒にいるわけじゃないし、まあ、一人でちゃんと自立しないとな。自立。ああ、まあその人がね、付き合って結婚するまで分かんないですよね。
しないかもしれない。しないかもしれない、本当に。俺と結婚してるかもしれない。ああ、え、結婚してもどうするんですか。ん、どうするの。いや、どうするっていう、結婚したら養う。いや、私別に養われたいとかない。でも結婚したらって妻になるわけじゃん。うん、そう。え、でもその働きたくないでしょ。で、俺が頑張って働くじゃん、こじきね。そう、配信で来るのためにイベント稼ぎたいんだよみたいな。そう、いや、分かんない。でもどうなるか分かんないからね、結局人生っていうのは。そうなんですよね、本当に。もしかしたら俺とフルちゃんが好き同士になって付き合うかもしれないですね。ね、もしかしたらワンちゃん。いや、何そこ悩むね。いい、そうね、そうだねとか言ってくれたりとか。そうかもしれない。ほら、遅いよ。その可能性もあるかもね。好きな人いるんだね。そうなんですよね。で、その人は浮気とかしてる気配ある、他の女の子は。分かんない、実際は分かんないですよ。今好きな人とかなんかいないんだ。いや、いるかな。おお、誰ですか。それは言わなくていいでしょ。あ、配信とは関係ない感じ。まあ、どうですね。うん、え、知ってました。え、配信では言ってるんですか、これ。いや、でも、どうなの。あ、でも言ったかな、好きな人いると。あ、好きな人いる。いや、それは言わない、うん、それはちょっと言えないですね。花火でも言わないよ。みんなには関係ないでしょ、だってそれは。確かに、まあ、よっさんがこのままね、一人で配信するのもめっちゃ面白いと思うけど、なんか結婚したらそれはそれでめっちゃ面白いと思うんですよ。いや、私はもうそういうのじゃないです。すごいニヤニヤしちゃって。いや、俺こういう顔ニヤニヤしちゃうんだよ。でもなんかさ、綺麗な人が目の前にいるとニヤニヤしてね。いや、この部屋が暗いからすごい怖い顔になってますよ、配信上で。もっと明るくできる。あ、照明みたいな。あ、できるのか。できる。なんか犯罪者みたいになってる。犯罪。うん。顔が暗い、黒い。うん。ふうちゃん綺麗ですね。これ可愛いと思う。いや好きだった時もあった。好きだった時あったんですか。だって初めて会った時も好きだった。可愛いな。え、おっさんの好き分かんないから、ね、24歳限定。あ、そう。ゼロワンに対して、いや、サバイバーとかっていうかね。だって予算がね、そもそも立たなかったからね。
でも今だったら立つかもしれない。いや今だったら立つかもしれない。え、最近立ちましたか？立ったでしょ、エマちゃん。あ、そうなの？エマちゃん立つでしょ、中途。あ、そうなの？え、でも持続しない。持続は分かんない、試してない、入れてないから。最近立ちました持続力がないんだよね。あ、よし。そうですね。だから一回ホテル行った時も立ったんだけどすぐ慣れたから。なんでなんだ、ね、今あったらいけるかも。いや、だってもうふえちゃんも大人になってきてる。いや、若い子の方がいいじゃん、まず。え、そう、ふえちゃん大人になってる。え、ね、もう3年ぐらい経ってるから予算はもう立たないよ。だってこんな飲んでるしね、まず。最チャレンジ。最チャレンジ予算、まあ、そういう感じじゃないよ。え、なんでさ、エマちゃんとしなかったの？5ヶ月も付き合ってたの。いや、だからエマちゃんがやっぱりね、隣に妹とかいるから、ね、親とか。で、ゴムもないかったし、それはなんかね、付き合ってないよね。え、そうなの？それは付き合ってたよ。付き合ってない。で、どうやったら付き合ったの？チンコ入れたの。あ、そうじゃないですか。そこ大事だね。チンコ入れたら付き合ってとか、それ以外はダメ。何したの？いや、でもビジネスでもないでしょ。え、よっさん相手も減ったりしなかったですか、エマちゃんの時は？あ、でも今よりは上がってなかったと思う。じゃビジネスでもないけど、うん、なんだろうね。俺が東京行った時結構嫉妬してたから。今誰かいるのか。それもまた嬉しい。ホテルの部屋見せて。嬉しいですよね。まあ嬉しいけど、ちょっとうざかったちょっとうざいと思って、ずっと聞いてくる。でもそういうのがいいんじゃんね。で、一回見せてもまた聞いてるの、今大丈夫だって。でも実際そういうのされたい派ですよね。絶対よっさんはこう嫉妬してほしいって思うタイプだと思う。まあ、嫉妬してほしいですけどね、でもやりすぎはちょっとあるかな。予算の方が絶対嫉妬するからね。いや、嫉妬するよ。エマちゃんよりも多分予算の束縛の方がすごかったと思う。予想だけど。いや、嫉妬するよ。だって俺クルちゃんに嫉妬したの。ゼロが。クルさん可愛いですからね。じゃあ嫉妬しますよ。いや、私なんてもう。でもよっさんは別に誰かと付き合いたいとかもないと思う。まあ、付き合いたいは付き合いたいけど、なんか配信がそのなんていうのかな、自分のしたいこととかもなんか制限されてできなくなるとかやってね。付き合ったら会えないよ、こうやって。クルさんと会えません。他の女の子と会えない。じゃあ特定の人を決めないで家に女の子呼ぶとか。え、家に女の子呼ぶ。そういう配信しないですよね、よっさんって。だって親いるもん、まさゆき。親いてもいいんじゃないですか。
誰も来ないよ。